こんにちは。今回は裏ビデオの秘密ということでね、マニアックな情報をお届けしようかと思います。まあ、前回の吉谷さんの動画、カレーのことちょっと覚えてますよ。まあありえなくはないよなと思いました。まあ様々な思考がある中でね、そうですか。私の場合はね、こっそり堂って言って、全国各地にそういったビデオとか、まあ本のね、エッチな本の自動販売機をこう展開してる会社があるんですよ。で、私の住んでる町にも昔あったんですよね。今はね、いろんな問題からその自動販売機は撤去されていく方向にあって、ほとんど今見かけられないんですけども、当時その自動販売機がねあって、私まだサラリーマンだったんですけども、会社が終わったらそこに行ってね、いろいろとこうね見てたんですよ。そうするとね、納品業者の方がいらっしゃったんですよ。どうもみたいな感じで、つまり自動販売機に裏ビデオをセットしたりとか、売り上げを回収する係の人です。まあ見るからにそれ系の人でしたね。うん、で結構年齢もね、40代か50代ぐらいの方で、ジャージ着てて、ああ見るからに、ああなるほどねみたいな方でしたよ。今はもうね、解体された組織の方だったと思いますけどもね、詳しくは言えませんけど。でその方が、あ、お客さん、トランクにいいのあるよって言って、実はね、手売りのビデオもあるらしいんですよね。まあ、つまり、この、よくわかんないんですけども、これは半分想像が入ってますけども、その、自販機のね、まあ、カメラがついてるわけですよ、自販機の売り場に。で、カメラがついてて、大体、どの時間に、どの人が来るっていうふうな常連名簿ができるらしいんですよ。で、この人は常連だなと思ったらそこに待ち構えていて、今夜もいつものパターンだったらあの人来るよねみたいなのをこう見張ってるんですよね。で見張って、その人が来たら、その時は私でしたけども、私の趣味思考からね、こういうのはどうって感じで、結構高額なやつを手売りで進めてくるんですよ。それは自販機にも入れないやつです。でその中でいろんな種類で、どんなのがあるのって言ったら、アンダーテンってのもあるよって言われるんですよね。アンダーテンってもうここまでしか言えませんけども、すごいなと思いましたね。で当時は事情があってアンダーテンっていうものが出回ってたらしいんですけども、今はどちらかというと希望してね、アンダーテン市場に入ってくる、まあそういった人たちがいるということだったんですよね。時代は変わったもんですよね。日本が貧困化してもう後がないと感じるのは、私はこういうところからなんですよね。アンダーテン、裏ビデオの秘密、いってらっしゃい。